Entry number 3989. Miku and Haku.です。どうぞよろしくお願いします。今日はね、第一のマスターの都合で漫才なんてやる羽目になっちゃったんですけどもね。羽目とか言っちゃダメでしょ。まあ頑張ってやっていきたいと思いますのでね。はい、頑張っていきましょうね。それにしても私、最近思うんですけど、はいはい、10代のうちにいろんな経験しておきたいなって思うんですよね。いやー、また多分永遠に10代だと思うけど。まあそう思うのはいいことよね。そうでしょ。ちなみに今一番やってみたいこととかってあるの？私ね、一度アルバイトってやってみたいんだ。あー、いいわね、アルバイト。一度は経験しておきたいわよね。でもさ、アンドロイド雇ってくれるとこなんてあるかな？あるわよきっと。それでやるとしたらどんなバイトがいいの？最初は簡単なのがいいな。スーパーとか。いやいや、私スーパーでバイトしたことあるからわかるけど、簡単じゃないよ。結構大変だよ。じゃあやめる。ちょっ、もうちょっと根性見せなさいよ。情けないな。だって、そんなんじゃどこも雇ってくれないよ。ほら、せっかくなんだから一回やってみましょうよ。うん。ウィーン、いらっしゃいませって違う違う。逆でしょ逆。あなたがやりたいって言ったんだから、あなたが店員やるの。あ、そっか。ウィーン、バラビタボビーン。ちょ、バラビタボーン。いらっしゃいませ、いらっしゃいませじゃないわよ。何高らかに歌ってんのよ。え、入店もんだよ。それファミマのだよ。スーパーはそんな音しないの。そうなの？そうだよ。はい、もう一回。ウィーン。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。本日の当店にご来店、ご利用くださいまして、誠にありがとうございます。本日、青果コーナーにおきましては、広告の品といたしまして、トマトが1バッグ198円、トマト1バッグ198円と大変お買い得になっております。また、お肉コーナーにおきましては、ちょっともういいよ鶏もも肉が。鶏もも肉じゃなくって。長いよ、なんなのよそれ。マイク放送。そんなのやるのシャイブさんだけだよ。大体なんでそんなに完璧なのよ。絶対初めてじゃないでしょ。何ごまかしてんのよ。もういいからレジやってみなよ。レジなんてピッピってやってくだけじゃないの。そうだけど、混まないように手早くやってくのは大変なのよ。それにお客さんのクレームも来やすいから、いろいろ気をつけなきゃいけないんだよ。ふーん、一回やってみせるからね。うん。こんにちは、いらっしゃいませ。お預かりいたします。ピッ、ピッ。はい、タバコですか？マルボロライトメンソールもワンカードンですね。ありがとうございます。ピッ。あ、お客様、こちらのリンゴの方がですね、少々傷んでおりましたので、すぐにお取り替えいたしますね。大変申し訳ありません。はい、お待たせいたしました。お会計3939円でございます。当店のポイントカードはお持ちですか？失礼いたしました。5000円お預かりいたします。お先2000と、残り61円のお返しでございます。ありがとうございました。またお越しくださいませ。どう？うん。いや、まあ確かに良かったんだけど。ん？一番頑張ったのはうちのマスターだよね。いやいいよそんな制作者の事情は。それよりあなたちゃんとできるの？できるよ。なんでなまったのよ。じゃあしっかりね。はい、お客さんが来ました。いらっしゃいました。いきなり間違えちゃったよ。お預かりします。ピッ。ピッ。はい、タバコですね。え？マルポーロって佐賀銘柄ですか？違うよ、タバコの銘柄。ピッ。あ、お客様。こちらのおめきなんですが、少々傷んでおりますけれども、これくらいでしたら私なら食べますが聞いてないよそんなこと。お待たせしました。お会計3939円ですね。クレジットカードお持ちですか？あ、すみません。クレジットカードを取り扱いしてないんです。じゃあなんで聞いたのよ。1万円お預かりします。61円のお返しです。ありがとうございました。ちょ、お釣りありますぎたよ。6000円返しなさいよ。もう、あなた全然やる気ないでしょ。何ごまかしてんのよ、もういいよ。どうも、ありがとうございました。